液体ヘリウムで温度に対して、比熱容量をプロットしたグラフラムダ点とは、線熱を伴わない相転位における転移点で、温度に対して、比熱容量をプロットしたグラフが、転移点において、線点を持つものを言う。この線点付近のグラフ形状が、ギリシャ文字のラムダを左右反転させた形に似ることが多いことから、名付けられた。1922年に、 フランシス・シモンが塩化アンモニウムについて、このような相転移を発見し、後に、ポール・エーレン・フェストが、ラムダ転移と名付けた。競技には、液体ヘリウムの常流動症と超流動症との間の相転移転を指し、標準気圧化の下での低温度は、約 2.17K である。ヘリウムのラムダ転移が起こる圧力の加減は、5.048キロパスカルで、 この時の転移温度は 2.1768K である。この圧力はその温度での飽和蒸気圧にあたる。一方でラムダ転移が起こる圧力の上限は、BCC 固体ヘリウムと液体ヘリウムが共存して、熱平行にある 1.762K、29.725アトムである。ピークの先端がシャープであるため、熱容量の臨界点付近での振る舞いを特徴づける。 どうである臨界指数の測定は体積の大きな液体でも一様な圧力下に保つことのできる無重力環境においてしか正確に行えない。1992年のスペースシャトルでの実験においてラムダ点から 2NK 以内の領域における熱容量が測定され α イコールマイナス0.0127プラスマイナス0.0003という結果が得られた。 ありがとうございます。